きゃいいなと思いますね。で、ちなみにですね、上下の服なんですけども、ズボンとか、乾燥機の状態で乗っております。まあ、ベトナムは暑い国なんでね、バイクに乗ってる最中に乾くだろうと思ってます。ということで、レッツ、レッツゴー。ちょっとやる気の出てきたティさんでした。はい、見えますでしょうか。今ですね、停電をしているようで信号機が動かない状態です。で、こういう状態の時にですね、やはりバイクで進んでいると思わぬ交通事故に巻き込まれる可能性があるので、気をつけながらですね、進んでいます。先ほど前方にですね、救急車が走っていたので、やはり停電の影響で、事故が起きたんじゃないかと思われます。ちょっと気をつけながら進もう。はい、今ですね、警察に止められました。免許証見せろって言われたの。そう、ということでね、ベトナムでは免許なしで結構バイクを運転されてる方が多くてですね、こういう感じで止められて、もし免許なかったら罰金ということですね。そうですね。はい、ということで、ついさんは免許持ってるっていう。持ってるよ、はい、ちゃんと、善良な市民でございます。では行きましょう。罰金がなし。